ブレイキングダウンオーディションの2本目が出ましたとでも今日ね言いたいこといっぱいあるんですけどまずブレイキングオタク亮さんの話なんですけどいっぱいもう 5, 5個ぐらい言いたいことがあるんですけどまず1個目なんですけど、えー、イケメンすぎまましたねねとみんなが言ってあの独特な2チャンネルというかネットのノリで結構辛辣なこともうじゃないですか。例えば 下月ルナさん、剣直子、剣直子、みたいな感じで馬鹿にしたりとか、結構その、ネット乗りがあるから、本当に陰キャなのかな、と思ってたんですよ。そしたら、イケメンっていうか、肌がすっごい綺麗で。あれは、清潔感があって、どっかのね、ひげ生やした、武将面のね、汚いおっさんと比べて、すごい爽やかでね、逆に、 視聴者さん、どうなんすかねあれは。リア充管っていうか、な、えた視聴者さんも多いんじゃないかなと思って。これから、どうなるんすかねめちゃくちゃ男前だし、えー、出たり、あ、え、のー、両者の動画で、出た理由3つありますとかっていうので、もうまさに2つ目かなもう、イアでごちゃごちゃ偉そうにみんなをいじって、出ないのは男としてというか、ブレイキンダウンファンとしていかがなものかみたいなことを言い出して、 それをね、言われると、僕とかクッパさんどうなるんですか <laughs> あの、ちょっと話し出すとね、すごい長い動画になっちゃうんで、長い動画になっちゃうと、あんまり見られないんでい、あの、端的に話したいんですけど、で、あと、なんか、これを機にね、行かないお前も出ろよ、ふざけんなよ、と。あの、外野から偉そうに、ちゃちゃで入れてさ、みたいな。それさ、普通に考えてください。僕出たって、面白いですか <laughs> 正直。 普通に考えてみてください。で、僕は本当にスポーツクラブで週23、プールで泳いでサウナ入るぐらいの、そこら辺のおじいちゃんと同じような生活してて、僕なんかが出たって、なんで皆さん、広いかない、行かないでろっていうのは、ちょっと普通に考えたら、出てもしょうもないことわかりますよね。ただ、あの、はい。まあ、置いといて。えー、で、二、えー、つ目なんですけど、 えー、ブレーキンオタクリオさんね、めちゃくちゃ緊張してましたね。あの、もともと多分、ああいうの好きな人ではないと思うんですよ。ああいう人前で出て、ああいうことやるの。で、僕だったらもう、普段からウリタさんとか、ノこコンさんとか、もういろんな人と会って話してるから、多分オーディション出てもそこまでは緊張しないんですよ。ただ、リうさんってずっとファンとして、一ファンとしてずっと配信してて、生身でみんなと出くわすわけじゃないですか。 めちゃくちゃ緊張したと思いますし、あの、震えてる声とかにね、もうすごい無理してる感っていうのが見れ、見えて、なんか、なんかどの目線だよって話なんですけど、すごいなんか、ヒヤヒヤしたというか、大丈夫かみたいな、そんな感じで見てましたね。はい。あとね、スポンサー募集してたんですけど、これね、僕、めちゃくちゃおすすめです。と、りょうさんのスポンサーは、なんだろう。 うさんって本当に配信すごいするじゃないですかライブだったりとか単純に接触の頻度が違うんですよね視聴者さんとだからうさんのスポンサーになるっていうのは結構効果あると思うんですよね例えば何でもいいですよあのイロハス売ってマスだったらもうイロハスみんな絶対飲んでくださいねってライブのたびに言ったりとかで単純にあの人の動画ってめっちゃ回るじゃないですかだからスポンサーはめちゃくちゃ費用対効果が高いんじゃないかなと思ってますだから1枠10万からら枠万みたたいなことを言ってましたけど 全然あの、じゃあお前やれよとかね、また言われちゃうんですけど、はい。えー、で、次に、もう一個目が、山川聡紀さん。めちゃくちゃ美味しいですね、これ。いや、これ逆指名パターンっすよね。で、山川聡紀さんって今回、応募してなかったんですよ。で、けど、ブレイキングオタクリオさんが多分オーディションの動 VTR かなんかで、そう来たそう、そう来たそう、来たそう倒すんだ、みたいなことで、多分溝口さんだか運営だかが、山川聡紀さんひなだんで。 っていうのはブレイン・オタク・リョウさんとやったら、えー、とやっぱり盛り上がるじゃないですかあのだから逆にそのリョウさんが山川早起をもうひな壇に召喚したみたいなねすごいっすよねだからある意味出れ,出れなくなってもこいつに因縁があるみたいになったらその運営が気を利かしてひな壇に呼んだりとかね そういう、こういう逆パターンもあるんだなぁって思いました。はい。ちょっとね、長くなっちゃうんでね、こんなところにしたいと思います。最後に、クッパさんクッパさんなら僕倒せるよ冗談ですよ。はい。というわけで、ブレーキンホグタルリオさの活躍に今後も期待です。ありがとうございました。